はあ、こんにちは、兄様です。スコアボード完走したんで、今日はシーズン10の実際の報酬を見ていきます。今から見ていく中で省いていくものは、アーマー塗装、各パワーアーマーの連合塗装、アイコン、これは省きます。見せてもいいんですけど、時間が長くなってしまうんでやめておきましょう。キャンプに設置できるもの、武器、スキン、衣装、これらを見ていきます。完走してない方は欲しいものがあるところまでスコアボード頑張りましょう。それじゃあ見ていきます。ランク5、放射線グローブボックス、これは30分間パーセプションが2上がるものになってます。ちょっと一回使ってみましょうか。石ころ触ってよく観察するみたいですね。本当によく観察してらっしゃいます。キャンプの項目はその他に分類されてますね。ランク8、切り落とされた人形のフレア。可愛らしい女の子のフレアなんですが、切り落とされてるため白目を向いてしまってますね。かわいそうに。首あたりから導線が出てるので機械仕掛けの人形だったことがうかがえます。予測ですけどね。ランク12、チェーン付きの錆びたレンチのフレア。特にコメントはないです。ランク16、ピッツバーグの信号機、これは左側ですね。信号機前もあったんですけど少し形が違います。それが右側です。電気は1必要で、ワイヤーつける場所はないので、光らせたいときはパワーパイロンとかで光らせましょう。項目はライトにあります。一応アクションでつけたり消したりすることができますね。ランク27、ピッツバーグの連合のスチール業務用掃除機。名前が長いです。乗って動かせたら最高だったんですけどね、残念。項目はフロア用装飾の中にあります。これ乗ってフロア内を移動したかったですね。ランク33、写真のフレームで鉄の街のフレームになります。フレームがかなりでかいですね。映るところなんて少しでいいんだよ、そんな風に思わせてくれるフレームです。ランク35、ファースト限定になるんですけど、カタコンベの床と土台。今使ってる床がカタコンベの床になります。モダンな雰囲気に仕上がってる。モダンって言葉は初めて使ったんですけど、この床だけで結構おしゃれに見えてきますね。ランク36、ピットの鉄のバレル。特に何もできないんですけど、灰皿みたいな形になってますね。タバコ吸う方はぜひ設置しましょう。項目はフロア用装飾にあります。ランク46、ダブルバレルショットガン連合の塗装。むちゃくちゃかっこいいですね。一番好きな部分はストックにあるベアリングのところですね。無意味なんですけど、おしゃれに見せるための努力が見えますね。あとトリガー上部にある鹿の刻印がむちゃくちゃかっこいいです。ランク50、ピッツバーグ宮殿。かなり大きいですけど、コンテナを土台にモノレールかな、車両が2台付けられてます。必要電力は3で、裏からワイヤーを取り付けられます。取り付けると電球がね、点灯してくれますね。表の電球です。あれですね、あそこにある電球ですね。もちろんね、この中にキャンプ用品も置けたりしますので、有効的に活用できそうですね。項目はその他にあります。ランク55、カタコンベの壁紙。これもファーストの報酬ですね。カタコンベの床とセットにすることで統一感ある部屋になりますね。すごくおしゃれです。ランク57、ピットの鉄のバレル、かっこ弾痕。ランク36で鉄のバレルがありましたが、それの弾痕があるやつですね。こっちの方がフォールアウトの世界観出てますよね。出てますか？これもフロア用装飾です。
ランク62、連合のパワーアーマーヘルメットのフレア。今回のスコアボードで手に入れることのできる連合パワーアーマーヘルメットのフレアですね。ランク68、オートアックスファナティック塗装。ランク15で作成できるようになるオートアックスの塗装です。ドクロのマークと先端のキルの文字がいい感じですね。この武器 FPS 視点だとエンジン部分が邪魔で仕方ないんですけど、この塗装だと手前にドクロが見えてるのがまたいい感じですね。ランク70、ファナティックストライカーヘルメット。ランク47でファナティックストライカーの衣装が手に入ります。この2つもファースト限定になってしまいますけど、個人的にはね、好きですね。ヘルメットが少しダサめですけど、左太ももにあるピットの文字も好きです。そして右胸にあるなぜかわかんないですけどビニールテープで塞がれたライトっていうのもいい味を出してます。ランク72、鉄の鏡像。これ誰な、マジで誰、わからん。鏡像にされるくらいなんで有名なんでしょうね。僕はロックマンにしか見えないですね。ランク75、連合のヘルメット。ランク25で胴体、ランク35で右足、ランク45で左足、ランク55で右腕、ランク65で左腕。これを全部揃えると連合のパワーアーマーが完成します。また別の機会に詳しく動画にはしますけど、独耐性150、総重量プラス75になります。今回の目玉ですよね。ランク75までは攻めて頑張りたいところです。ランク78、ビーコン信号の戦利品バッグ。捨てたものを地面に落とすバッグですね。スコアボード報酬画面では横から見ることがなかったので分からなかったんですが、実物見るとランチと書かれたガムテープがあるので、お弁当箱ですね。信号がついた弁当箱、発想が奇抜ですね。ランク82、スキッピーのバックパック。バックパックのスキンですけど、手作り感がすごいですね。工具を運ぶために作られたバックパックって感じです。横にも工具、一番上には工具箱、なんなら真ん中も工具入れですね。何を直すんでしょうね。ランク83、ピッツバーグの消火栓。汚れた水を汲み取ることができますね。直接飲むこともできます。土の上にしか設置できないみたいです。項目は水にあります。ランク85、連合のジェットパック。結構かっこいい形してますよね。ちょっと一回飛んでみましょうか。あれ、炎があんまし出ないですね。お、出た出た。さっきのはバグか？こんな感じになってます。結構僕は見た目は好きですね。ランク88、ベアラステッドスティール連合パワーアーマー塗装。普通は錆びたようなスキンなんですけど、これはちょっと汚れた感じですね。錆びてはない感じです。もしかしたら元はこんな塗装だったのかもしれないですね。知らんけど。ランク92、工業用プラズマキャスター塗装。汚れたオレンジ色の塗装です。目立ってますね。最近使ってなかったんで、この塗装で走り回りたいですね。プラズマキャスターの塗装って他にもあったかな。僕はこれしか持ってなかったんで、今回来てくれて嬉しいですね。ランク93、鉄の町のスタイン。スキッピーって書いてます。他のコメントはいいか。ランク95、有毒廃棄物の塊。ファースト限定ですね。これはラット調整の時にも使えるキャンプ用品になってます。今までもラット調整できるものありましたけど、これ少し大きい気がするんですよね。気のせいかな。ピットって感じが出てます。
ランク98ファナティックスクラッパーの衣装、ランク54でヘルメットが手に入ります。ファナティックストライカーの衣装はファースト限定ですけど、これは入ってなくても手に入りますね。こっちの方がヘルメットはかっこいい気がします。ランク99連合の成功炉の秘密のドア、このドアかっこよくない？これマジで気に入った。使うところによってはむちゃくちゃいい感じのキャンプになると思う。横の両開きになってるんで今までにない感じもいい感じですね。もちろんドアの項目にこれはあります。こんな感じですね。かっこいい。ランク100鉄の街のゲームボード、これは相変わらずランク100で手に入るみたいです。連合パワーアーマーイグニッション塗装、イグニッション塗装は連合パワーアーマーだけになってます。手の甲だけ銀色になってますね。それがまたいい感じですね。あとランク100ではピットのプレイヤーアイコンが手に入ります。アトムポイントも500入ってきますね。イーサマチャンネル、ランク100まで見ていきましたけど、欲しいものがあるところまでは行きたいですね。連合パワーアーマーぜひ手に入れておきたいところだと思います。個人的には成功炉の秘密のドアがいい感じなので、スコアボード99、まあほぼ完走なので完走してほしいですけど、忙しいって方はランク75まで頑張りましょう。それではまた、兄様でした。